お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、またまた、生まれておりました。はい。何が生まれたかというと、まあ今ね、多分皆さんの中でピンと来てる人ね、少ないと思うんですよ。なんかいたっけみたいな。卵なんかあったっけみたいな。白天カラカネトカゲはこの間ね、生まれてましたけど、勝手に。セマルハゴガメの卵もね、まあ今ストックしてますけど、生まれるにはまだ早いと。何の卵だっけってもね、絶対皆さん忘れてると思うんですよ。僕もね、正直ね、まあ一応管理はしていたものの、まあ生まれてくんのかな、どうなのかなぐらいにしか思ってなかったんですけど、生まれました。それがこちらです。わかるかな？こちらです。ん？わかる？これ。ちょっとしっかりお見せしましょうか。はい、こちらでございます。生まれていたのはですね、生まれていたのはこちらでございます。ちょっと開けようかな。出てこないかな、ピョンって。大丈夫か、急に跳ねるんだよ。はい、ちっちゃいね。クレステッド月光が2匹とも生まれました。やっぱちゃんと卵を早いうちに回収さえできればしっかり生まれてきますね。オスメス一緒に飼ってて。で、結構ね、卵ね、ポコポコ産んでます。実は産んでいるんですけど、いつも回収が遅れたりだとか、産んでること気づかなかったりだとかで、まあ、卵はね、ダメになっちゃってたんですけど、おー、ダメだよ。こうやって見るとね、目見えるかな。めっちゃちっちゃいんだよね。ほら、ちっちゃ、あ、やばいやばい。ちょっと待って、そんなちっちゃいのでピュンピュン行かれたら困るから戻って。はい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 。ハーレクイーンとハーレクイーン同士なんで多分ハーレクイーンでしょう。結構飛ぶね、ちっちゃいながら。ちっちゃいながら結構飛びますね。おお。見てこれ、元気。2匹とも。おお。こっちはちょっとお母さんに似て、まあその今のあのコンディションのカラーなのかもしれないけど、お母さんに似て、右の子は明るいですね。で、左の子はお父さんに似てダークハーレクイーンって感じなのかな。色が暗めですけど、まあ2匹ともねハーレクイーンのはずです。両方ともハーレクイーンだからね。いやーすごいね。ちょっと初めてクレスは僕自身もね卵から返したので、まあ今からね一生懸命面倒を見るわけですが、ちゃんと人工飼料すぐには食べないよね、クレスちゃんは。多分すぐには人工飼料食べないと思うんですよね、この子たち。ちっちゃいコオロギばらまいといて、あとわらじ虫とかいいのかな。まあとりあえずばらまいといて、少しずつ人工飼料食べるように慣れさせていくって感じかな。ああ、この子元気いいね、さっきから。ほんまに元気いいな。ちっちゃい、見て、僕の指と比べてこれっすよ。マジちっちゃい。はあ、ほんまによ、顔見してや。なかなかゆっくり。顔見えた。もうこんなちっちゃいけど立派なクレスですね。はい、ということでね、この2匹をね今から飼育環境に移していきたいと思います。立派やな。卵の殻綺麗に取れてる。これ販売するとしたら、もし販売できるとしたら、この卵の殻付きで販売ができるというね。いいですね、この卵の殻残しとこうかな。かわいいね。めっちゃちっちゃいのかわいいじゃん。はい、じゃあちょっとね、飼育環境移していきたいと思います。はい、でね、飼育環境はこちらですと。これね、100均に売っているケース、キッチン用品のところに売っているタッパーとか置いてるところに売っているケースなんですけど、基本的にそちらのね、上部に穴を開けて、こちら前面なんですけど、前面は下の方にね、こうやって穴を開けて。で、蓋のところがですね、こんな感じですね。まあ蓋は適当に穴開けて、でこうやって閉じて、まだちっちゃいんでね、こういうので管理で大丈夫です。こんな感じ、上穴開けて、下のこの前面のここから風がね入っていって、上の方に抜けていくと。で、各サイドはこんな感じで、上の方だけ穴を開けているっていうような感じにしています。まあこれでペット部屋じゃなくてですね、リビングの方ですね、リビングの方に置いて管理したいなと思います。クレステッド月光は温度がね高すぎたら良くないので、まあ、ただでさえそんな通気性めちゃくちゃいいようなね、飼育ケースってわけではないとは思うんですけど、まあ、リビングの涼しい場所に置いとけばね大丈夫かなって感じですと。
はい、で泊まり木なんですけど、こちらですね、コルクのコルク樹皮、これをねもう斜めにこうやってはめようかなと思います。はめ込もうかなと。こんな感じで、これでいいんじゃない？こんな感じ。もうちょっと奥まで入れようか。これ奥まで入れて、もうこれでしっかりね泊まる場所はね確保できるんで、こんな感じね、斜めに、うん、これで良いと思います。で毎朝霧吹きをしてあげるって感じかな。毎朝毎晩。こちらも同じように、こちらもね同じようにこんな感じで、横から見たらこんなですね。もうちょっとこれね細くていいけどね、もう今ちょうどいいのがなかったので、もうこれにしました。楽ですからね、こっちの方がね。上から見たらこんな、下赤玉土入れてます。で、コルク樹皮のちょっと小さめに切ったのを斜めに挟み込んで止まり木にしているっていう感じですね。はい、じゃあ早速ね、入れていきたいと思います。おい、来た来た来た。はい、こっちこっち。はい、当たる。あー、ちゃうね。はい、下下。そう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 。はい、オッケーオッケー。ちゃんと入っていきました。あー、ちゃんと入っていったね。うん、いい感じですね。この子色明るいね。おいで。ちっちゃいね、マジ。見てこの小ささ。マジちっちゃいね。はい、こっちもね、入ってきました。あー、出ちゃダメだよ。出ちゃダメ、出ちゃダメ。下戻ってください。あなたのお家はここです。はい、オッケー。こっちは？行った？下。あー、こっち行ったね。はい、行きましたね。まあ、こんな感じでね、こちらで管理したいと思います。まあ、ちょっとね、バタバタ生まれてるのを見つけて、すごいね、バタバタ撮ってるんで、まあ、こんな感じのね、動画にはなりましたが、卵かわいいな。ほんと卵ちっちゃいよね。しっかり。この卵はね、ちゃんと撮っておこうと思います。はい、ということでね、うちで、キープしてた、クレステッド月光のね、ハーレクイーン同士の卵がね、リビング置いてたらね、無事孵化しましたというねお知らせ動画でした。どこいる？あ、こういうね。あ、水飲んでたんかな。ペロペロしてたね。まあこんぐらいのね大きさのケースで、ちっちゃいうちはね管理するのが一番ね、良いかなと思いますので。どこ行った？あ、ここいるね。はい、まあ、もしクレスね、繁殖してみて、卵から帰った時とかどうしようって思ってる人がねいましたら、まあこういうのをまあ一参考としてね、活用してみていただければなと思います。100均で全部揃うんでね、赤玉土も100均で買いましたので。ということで本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。